え、キリュウマジでさ、酒一滴も飲めない。あ、俺、うん、お、飲めないな。うん、え、一杯も飲んだことない。やばいよ、本当に一杯も飲めない感じやな。え、飲んだどんな感じなの。ダセやな。ん、飲んだどんな感じ。いや、飲んだらもう立てへんし、寝れちゃうし。マジきつい感じ。うん、そうそうそう。でも飲み会とかは別に、あ、飲み会好きやけどな、全然別に行くしって感じやけど、うん、飲めないな。へえ。おお、なんか俺地元とかで飲む時あんま飲むっていうか、まあほんと飲まないから。あ、そうなの。地元麺はな、何してんの。いや、マジで普通に遊んでる感じ。ああ、うん、そう、飲まないんで。サークル入りそびれた。ラッパーみたいな見た目の桐生。せー、桐生。どうなってんのこれ。何や。サークル。どうする？いやー、マジで。まずいね。逃したべ。なんか俺さ、タイミング。桐生をもってしても入りたいサークルだね。え、お前マジでどこも行ったよ、新幹線。いや、一回行ったけどって感じ。なんか軽音かなんかの瞬間行ったわ。そう、行ったんよ、軽音のサークル。フレンズでしょ。そう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 、フレンズ、なんか音楽どこか意味。ああああ、行ったんだけど、なんかマジで冷静に考えたら俺も楽器弾けねえし。そうだね、音楽別にそんなだから。で、なんか先輩に、もう好きなバンドとかいんのみたいな言われて、もうテンパりすぎて。エグザイルとかさ。やばくね、お前。エグザイルは好きっすねみたいな言ったら、なんか、いや、エグザイルバンドじゃないけどなみたいな、ってめっちゃ変な空気になって、そっかちょっと居心地悪いんだよな。どうする、マジで。ダンスサークルとかありかなと思ったけど。踊れんだっけ、お前。踊れねえんだよな。無理だろ、じゃあ。怖えんだよね。バイト先は可愛い。ラッパーみたいな見た目の桐生。はい、桐生。サイス。お前今日何？終わり。あ、今日バイトだな、終わり。バイトか。ああ。お前バイトなんだっけ。何？サーティワン。お前サーティワンでバイトしてる。そうだよ、俺もう4年ぐらいやってるよ。え、高校の時からと。うん、マジ。うん、意外だわ、マジで。ああ、もうなんか流れでやっちゃってんな。へえ。アイスはアイスみたいな。わかんねえけど。アイスクリームシュプリームみたいな。やってんだ。やってますよ。へえ。